カジキ港は、鹿児島県愛良市カジキ町港町にある港である。鹿児島湾の奥部に位置し、鹿児島県中部の愛良郡方面への物資を取り扱っている。5000トン級の貨物船が着岸する岸壁の他に、漁船やプレジャーボートなどの船だめがあり、地元の西機械漁業協同組合の事務所がある。2010年現在、定期の旅客航路は就航していない。 取り扱っている貨物は、主に砂利やセメントなどのアイラ軍方面で用いられる、建設資材で港の周辺にこれらを取り扱うセメントサイロなどが並んでいる。また、ひし鉱山から産出する金鉱石の搬出にも使われている。金鉱石は、ひし鉱山からトラックで搬入され、ここから船で愛媛県新浜市の精錬工場へ送られている。 特殊で臨時の取扱い物品として、種ヶ島宇宙センターから打ち上げられる人工衛星がある。日本国内で製造された人工衛星や打ち上げ用のロケットは直接回路、種ヶ島の島間港に運ばれるが、国外で製造された人工衛星を打ち上げる際には航空機で搬入する。しかし、種ヶ島空港の滑走路は全長が2000メートルしかなく、 人工衛星を搭載した大型輸送機が着陸できないため、鹿児島空港を利用して、そこから鹿児島港か、カジキ港からカイロで島間港へ運ぶという手順を取っている。近年の貨物取り扱量は年間110万トン前後を推移している。2015年度の発着数は578隻、内外国商船は22隻である。中世から、 カジキ裏の名前で知られる港であった。当時の港は主に網掛川の川口付近が用いられており、整備された三尾尽しは、摂津国や出雲国と並ぶものであると三国名称図に記されている。江戸初期までカジキで鋳造されていたカジキ船が広く流通していたことは、その当時のカジキ港の繁栄を示している。明治初期に、アイラ町と鹿児島市を海岸図体に結ぶ、 現在の国道10号に相当する道路が、改作されるまで、アイラ軍方面と鹿児島市方面を連絡するためには、白銀坂を使って、台地の上へ登らなければならず、多くの旅人や重い荷物は、カジキから回路を利用していた。こうしてこの地域の交通の中心地となったカジキは、大きく繁栄したが、明治になって鉄道が開通すると港の利用は落ち込むことになった。 菱刈鉱山が発見される以前にも山がの金山から産出する金鉱石の取り扱いがあった。明治期になると金山を経営していた島津市は金山と火事機構を結ぶ道路を整備し、途中の川には第1から第3までの金山橋という石橋が建設された。護衛付きの馬車で輸送が行われていたとされる。第二次世界大戦後、火事機構は 引き上げ者の上陸する港として指定を受けた。これは、鹿児島市が繊細で大きな被害を受けて当初上陸港として想定された。鹿児島港では引き上げ者を収容することが困難であると判断されたことから、大体地として外地引き上げ民家事記事務所を開設して1945年10月末から12月初旬まで活動したものである。上陸地は、 現在のカジキ港がある場所ではなく、網掛川の右岸側に、隣人の桟橋を設けて対応していた。カジキ港へは、約2万6700人が上陸し、記念碑が建てられている。1972年7月15日に、カジキ港と鹿児島、イブス機港などを結ぶ空港ホーバークラフトが、就航した。1977年にこの航路は廃止となったが、現在でもカジキ港に、 オーバークラフトが上陸するために使っていた車路が残されている。1993年8月に平成5年8月豪雨が起きて国道 15JR 日報本,本線、九州自動車道など陸上の交通機関は軒並み被害を受けて長期間にわたり普通となった。この際にはカジキ港と鹿児島港を結ぶ臨時の旅客船が運航された。この教訓を受けて災害時に 鹿児島湾上の海上交通を代替路として利用できるようにする体制の整備が進められている。2000年12月から鹿児島湾オーブにおいて火事機構の機能を分散させるために、早戸港に2000トン級貨物船が着岸できる水深5.5メートルの岸壁を2バース整備する工事が始まっており、2009年度に完成する見込みとなっている。ありがとうございます。